レイトゥゲザー。はい、どうも、地球上のすべての人、地域でもの嫌われ者、キモイモの37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきますタイトル、こちらザ・シルバーケース、トランスミッター編の、ケース25ですね、ホワイトアウトっていうタイトルなんですけど、これね、多分ね、この PS4 版っていうか、その、このリブート版で新たに追加された、さっきの、リポート、さっきっていうか、前回ね、出させていただきました、闇ってやつですね。プラシーボ編リポート6の闇もそうなんですけど、新規に、追加されたエピソードだと思います。なので、自分としても本当に初見でね、やらせていただくんで、どんな、内容になるのか非常に楽しみだなと思います。で、ザ・シルバーケースでですね、やらせていただくときは、毎回ノーマイクでやらせていただいておりますので、今回もノーマイクでやらせていただきたいなと思います。また、終わりしなにですね、ご挨拶の方をさせていただきたいなと思いますので、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。では、もしよろしければ最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ではまた後ほど、シルター、バイバイ。
Thank you.
はい、というわけでして、今回ですね、ここで終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしてここまでお付き合いくださいましてお疲れ様でした。ありがとうございました。今回ですね、トランスミッター編ケース25、ホワイトアウトプロローグということで、プロローグっていうことは、まあ、まだ続きがあるのかなっていうことなんですけど、こちらのね、あのザ・シルバーケースにはその続きっていうのは収録されてないみたいなんですよね。だから多分、冒頭じゃない、前回か、ごめんなさい、前回でもちょっと触れたんですけど、このザ・シルバーケースの続編ということで、過去にね、有料コンテンツっていう形でもって配信された、シルバー事件25区、これに、繋がっていく物語が今回のこのホワイトアウトプロローグっていうことなのかな、なんていうことをね、ちょっと考えてるんですけど、実際どうなるかはちょっとわかんないんですけど、多分そうだと思うんですよね。まあ、白藪木太郎くんに、我らが主人公、風流は、撃ち殺されてしまったのかどうかっていうのが非常に気にはなるんですが、まあ多分この後ね、また25区をやっていきたいなと思っておりますので、もしよろしければね、またそちらの方も、楽しみにね、していただけたら嬉しいなと思います。で、自分ですね、これ以外のシリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、あとは不定期なんですが、ニコのみ YouTube、Twitch 等でブロードキャスト配信させていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画をアップさせていただくにせよ、必ず事前に自分がやらせていただいております。 Twitter 等でご報告させていただいております。毎回動画説明欄ですね、自分がやらせていただいております。各種SNS に URL をリンクっていう形でも貼らせていただいております。お気に入りの方がも気になりましたら構いませんので、もしよろしければぜひそちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、奇跡的にも、こちらの動画をね、ご視聴くださった方の中で自分みたいにでもいいなと思っていただけたらね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の高評価等ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回、小説決まりは37がお送りさせていただきました。ザ・シルバーケース、トランスミッター編ケース25、ホワイトアイトプロローグ、これで終了させていただきたいなと思います。で、多分ね、今回をもって、ザ・シルバーケース、本編ですね。これはもう完璧にもう完全に完結ということになるかなと思います。動画半数的に言うとどうでしょうね。30本くらいですかね。ごめんなさい、トランスミッター編と、プラシーボ編合わせて、多分、約50分くらいですね、になるかなと思うんですよね。多分48本とか、そのくらいだと思うんですけど、お送りさせていただきました。ここまでね、ご視聴くださって、奇跡的にもね、こちらの動画を、最後の最後のね、このシリーズ動画ですね、ご視聴くださった方、いかがでしたでしょうか。もともとね、これはもう、以前の、ザ・シルバーケースのね、シリーズ動画で何回も触れてるんですけど、もともと1999年に、PS1 対応ということで発売されたのが、そもそもの始まりなんですね。シルバー事件というタイトルで発売された。で、その後にね、紆余曲折あり、ごめんなさいね、一気に端折るんですけど、今から、何年前かな、3年前、そんなに古くない、2年前かな、2年前、3年前くらいですね、に、スチームとあと PC ですね、対応ということで、このザ・シルバーケースが新しく生まれ変わったというか、まあ、基本的な、部分というのは、まあ、1999年に発売されたもの当時と全く変わらないんですが、それ以外のシステム周りになんかがね、今風に、すごく、ね、リメイクというかカスタマイズされてて、非常に遊びやすくなっていると、画質も質も良くなっているということで、単なる、リブート作品ではないということでね、まあ、しかも音声言語もね、英語に、対応してるっていうことで、まあ、当時は英語音声はなかったんでね、基本的に英語音声っていうか、音声そのものがないので、英語音声っていうか、英語のテキストですね。うん。英語のテキスト、英語版のテキストがなかったので、結構ね、今でもこのザ・シルバーケース、もしくはシルバー事件っていう作品は、カルト的な人気を誇っておりましてね。で、我々日本人でもそうなんですけど、あと海外のゲーマーさんなんかも非常にね、このザ・シルバーケースっていう作品、人気が高いと。で、結構その前から、英語に対応したものを出してほしいっていう、そういう要望がね、なんか結構あったらしいんですよね。で、それに応えるような形でもっ
って、与野党英語に翻訳する、翻訳できる方が、なんか見つかったということでね、で、長年ずっと要望の高かった、そのシルバー事件、もしくはザ・シルバーケースを、英語音声対応、英語音声というか、英語テキスト、うん、英語テキストに対応して、新たにリブート作品ということで、再起動ということでね、発売しようじゃないかっていうことで、リリースされたのが今回のザ・シルバーケース、もしくは、シルバー2425ですね、っていう形になるそうです。はい。詳しいところはね、またネットのなんかでね、検索いただけたら、多分、もっと詳しいことがね、お分かりになられるかなと思うんですが、自分が読んだ感じでは、そういうような、ニュアンスだったような気がします。はい。まあ、とにかくね、それだけもう99年発売されてからもう20年ですね。うん。20年、まあ、約20年ですね。まあ、今2018年ですけど、まあ、20年もう経過しているにもかかわらず、未だに人気の高いというのは、本当に、シナリオがひたすら秀逸だっていうこと。で、ネットっていうかね、特にアマゾンとかのね、レビューとか読んでると、本当にもう、会う人は会う。会わない人は会わないって、もう、結構真っ二つな評価ではあるんですが、自分がね、ひいき目ではなくね、客観的に、ザ・シルバーケースっていう作品の秀逸って、シナリオか、ごめんなさい。シナリオをね、冷静に分析っていうか、感想をさせていただくと、プレイした感想をさせ、言わせていただくとね、非常になんていうんですかね、こう、言葉遣いっていうか、セリフ遣いは本当にね、カジュアルで、結構ね、なんだったらちょっと言い方あれですけど、下水部分もたくさんあるんですけど、それでもね、ストーリーの本質っていうのは一貫してるんですよね、最初から最後まで。上原亀井っていうキャラクターを中心に、それにまつわる、さまざまな野望っていうかね、いろんな、あれこれっていうのがあって、それはちゃんと、最初から一貫して、姿形を変えようとも一貫して、描かれ続けてるっていうのは、このシナリオの秀逸さを非常にね、表してる端的な部分なんじゃないかなと自分では思うんですよね。なので、自分がこのザ・シルバーケースっていう作品に惹かれるのはそういうところだと思うんですね。まあ客観的に見て今言ったような感じなんですけど、はい。なので、多層的なね、シナリオ、多層的な展開っていうのを、好む人はあんまりこのザ・シルバーケースっていう作品には合わないかなと思うんですけどね。本当にこういった作品が、すごい好きだと、スラップスティックっていうかね、変な古い言い方ですけどね、そういうのが好きだっていう方には、十二分にこのザ・シルバーケース、もしくはシルバー事件というゲームは、おすすめできるかなと思います。まあ、今だとシルバー2425ですね。はい。だと思うので、もし、今回ね、奇跡的にもこちらの動画を、一連のこのザ・シルバーケースのね、シリーズ動画をご視聴くださった方、もしおられましたら、で、もしね、少しでも、ご興味の方をね、お持ちになれましたら、ぜひ、ちょっといいので、遊んでみてください。今ですとね、Steam、さっきもちょっと触れたんですけど、Steam 版でもね、配信されてますし、あとの PS4 版ですね、シルバー2425っていうタイトルで、一応発売されてますので、もしよろしければね、そちらの方も、プレイされてみるといいかもわからないですね。はい。というわけでして、今回ですね、不祥小説キメマン37がお送りさせていただきました。ザ・シルバーケース、トランスミッターケース25、ホワイトアウトですね。これで終了させていただきたいなと思います。改めまして、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。ごめんなさいね。ずっとさっきは外がね、うるさくてね、すいません。なんか工事をね、ずっとやってるんですよ。なんでね、ちょっと雑音がね、入っちゃうんですけど、ごめんなさいね。本当に申し訳ありません。では、今回はね、この辺で失礼させていただきたいなと思います。で、もしね、いきなり何ぶっこんでくるのって感じなんですけど、もしよろしければ、チャンネル登録、あとは動画の高評価等、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた、別の動画で皆様にお会いできることを楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。